伊佐の神宮は遠い昔から天照大神を祀る日本国の最も尊いお宮と敬われてきました。神宮の式年遷宮は1300年の歴史を持つ皇室の祖神を祀る厳かな儀式で、20年に一度の式年をもって大神を新たな御殿にお移しする国家的な一大事業です。ただ一つの神廟造りの御正殿をはじめ、付属の建物に至るまで檜の白木もすがすがしく作り替えいたします。遷宮の御用材を切り出す御山を御祖間山といいます。御祖間山に座す神を祀り、御用材切り出しの安全と御造営の立派に出来上がるようにとお祈り申し上げるお祭りが御祖間始め祭です。長野県木曽郡上松町南小川の奥深い山中で、昭和60年6月3日午前10時皇太神宮御料木の前で行われます。
第一は伊勢神宮御造営のシンボルマーク。第一は天の意で、大昔から神宮御用は第一御用といい、天照大御神の御用、または天下に二つとない貴重なものという意味です。
そう、あの、あれじゃないぞ。新的ないぞ。2000。野村さん。
御神木搬出のため10年ぶりに廃止された森林鉄道大滝線が復活しました。
Thank you.
Thank you.